こんにちは。犬ラジこと犬のラジオでございます。本日は6月18日火曜日、ただいまの時刻は18時4分でございます。ここメルボルンは南半球にあるため季節は日本と逆なんですね。ただいまは冬でございまして、本日の最低気温は1度、最高気温は12度というふうになっております。朝は車が、凍ってまして、窓ガラスもね凍って、出発するまでに時間がかかりました。さて、昨日に引き続き今日のラジオはノーズワークについてまたお話ししようと思います。日本のノーズワークどういったものかというふうにいろいろ調べますと、ちょっと現状というかね、海外と内容が違うぞということに気がつきます。そのことについてちょっとお話をしようと思います。日本のノーズワークはなぜ食べ物探しになってしまっているんでしょうか。不思議でございます。ノーズワーク知らない方、ご説明すると、ノーズワークというのは特定の匂いですね。ターゲット臭と日本語で呼ばれます。ターゲット臭と呼ばれるもの、英語ではオードとかセントと呼ばれますが、特定の匂いですね。私が使っているのはバーチ、アニス、クローブ、そしてサイプレスという4つの匂い、この4つの匂いをですね、犬に覚えさせて、それを隠します。インテリア、エクステリア、コンテナ、車両のビーク、この4つのエレメントを使って隠すわけですが、それを探し当てる、規定時間内に探し当てるというのがノーズワークのドッグスポーツ、ドッグアクティビティというふうになっております。しかしながら日本はなぜかですね、食べ物探しになっているんですね。ノーズワークというふうに検索すると、なぜかノーズワークマットというフェルトのですね、ポケットがついていたり、簡単に言うと花びらみたいな、形状になっていまして、そこに、ドライフードであったりチーズだったりを隠して犬に探させる、そのフードを探させるというふうなゲームですね。ゲームをノーズワークと言っている人、またはドッグトレーナーがいます、ね、ドッグトレーナーの人がそういうことを言うのはちょっと私はねびっくりしてしまいます。なぜならそれはノーズワークではないからですね。先ほども申し上げましたように、ノーズワークというのは犬が特定の匂いを覚えるね、ハンドラーが犬に覚えさせてそれを探させるということですね。これがノーズワークでございます。もちろんね、ノーズワークの最初の一歩の時にね、フード探しから始めるということは普通にあります。これはですね、最初から匂いを覚えさせて行動させるよりも、食べ物を探して行動、自立心をまず養うね、そういうことをやる、インストラクターももちろんいます。しかしそこで終わらないというのが、こちら海外のノーズワークでございます。その次に、ペアリングと呼ばれまして、ターゲット種4つのオード、これらとフードをペアリング、一緒に置いて犬が探す、ね、犬が探してそこが見つかったところにその匂いが必ずある、そこで褒められてまたトリーツをもらう、食べ物があってこの匂いを見つけると美味しいものがそこにもある、飼い主からたくさん褒められてまたトリーツがもらえる、そういうことで、犬が覚えるわけですね。しかしながら日本のその食べ物探しのゲームだけで終わってしまうと、それは犬本来の、本来のというか本能というか習性からの行動なので、それほど頭を使うことはないと思います。そもそも
犬という動物はスカベンジャーなわけですね。スカベンジャーって何と言われると、スカベンジャーはゴミを荒らすものですね。犬という動物はゴミを荒らして、そこから食べ物を見つけてそれを食べる動物でございます。ノーズワークに話を戻すと、犬はスカベンジャーなわけですから、ノーズワークマットと呼ばれるフェルトに食べ物を隠してそれを見つけるなんていうのはですね、お茶の子さいさいなわけですよね。ですからノーズワークマットを使って頭を使う、脳を使って、散歩の代わりにさせるみたいなことはないというか、本来のノーズワークに比べたらそれほど効果があるようなものとは私は思いません。なぜ日本ではノーズワークが食べ物探しゲームになってしまったのかというふうに思うと、やはり犬という動物への向き合い方が違うからではないかというふうに考えます。このラジオが良かったと思う方、また面白かった、興味がある内容だという方は、チャンネル登録またはいいねボタンを押していただけると幸いでございます。それではまた次回お会いしましょう。